年の世界的ビッグイベントといえば11月21日からカタールで開催されるサッカーワールドカップ。サッカー好きのみならず日本中が注目しています。いや、給食ワールドカップ、これは開催国、対戦国、そして過去の優勝国を示しています。世界地図と料理、国旗、そして宮代町が教育に力を入れている英語、これを合わせました。給食を通して外国語活動や社会科、総合的な学習の時間の学習へとつなげています。宮代町では2002年サッカーワールドカップ日韓大会をきっかけに給食に外国料理を取り入れるようになりました。毎年10回が計画されていて、今年で20年目になります。外国料理の時には毎回このような資料を全校の各クラスに配布しています。給食時間の放送とともにクラスでの給食指導に役立てています。今回はサッカーワールドカップカタール大会にちなんで、こちら12月2日日本と対戦するスペインの料理です。献立です。パエリア、牛乳、メルルーサの香草パン粉焼き、ビーンズサラダ、ソパデアホです。スペイン料理の代表といえばパエリア。宮代町の主食は久喜ライスセンターに委託しています。炊き込みご飯の時は事前に試作をお願いし微調整を行い、給食に実際に提供しています。エビ、イカ、アサリを入れて味とそして見た目の色にもこだわった一品です。外国料理の炊き込みご飯は子どもたちもよく食べてくれています。主菜は今回あえてメルルーサを選びました。スペインでは人気でよく食べられている魚であること、そして物価が高騰している中でも比較的安定した価格で仕入れることができる、この2点からメルルーサを選択しました。子どもたちが食べやすいようにマヨネーズで味付けし、パン粉には粉チーズと刻んだバジルを加えて、最後にこのようにオリーブオイルをかけて焼いています。宮代町は給食センター方式ですが2400食と規模が小さいため、こだわった一手間かけた調理に心がけています。サラダにはスペインでよく食べられているひよこ豆とインゲン豆を加え、地場産の人参を使った手作りドレッシングを合わせました。ソパデアホのソパはスペイン語でスープ、アホはニンニクという意味です。料理名も非常にインパクトがあり、子どもたちの興味関心を引くことができます。本来は固くなったパンを一緒に炒めて作りますが、給食ではクルトンを使用し、別の食感でクラスへ配食し、盛り付ける際にスープに加えるようにしました。この献立は保護者の方から応募いただいた献立です。スペイン料理店で働いていた時に覚えて大好きなメニューですとコメントをいただきました。料理はその時代の地域や児童生徒に合ったものということから、平成16年から2年に一度我が家の自慢献立やふるさとの懐かしい料理を保護者の方から募集しています。応募いただいた献立は今回のように給食に取り入れたり、お便りで紹介したりしています。今回のこの献立にはサッカーワールドカップという世界的イベントを通して外国の食文化を理解すること、そして我が家の自慢献立を取り入れるという保護者との連携の2つのテーマが含まれています。以前は皆
なんで外国料理なんか給食に取り入れるの？といった否定的な意見が多かったそうですが、今では外国料理の日にやったという歓声や美味しかったという感想を聞くことができ、外国料理が給食で食べられることが子どもたちの誇りとなっています。今後も子どもたちの期待に応えられるよう日々研究を重ね、美味しい給食を提供していきたいと思います。